民主主義と資本主義というのは同列のものとして捉えられがちなんですけれども、まあ、資本主義というのは基本的に自由主義なんですね。岸田さんが提示する価値観外交の中に自由と市場経済というのが入っています。でそれと別に人権、法の支配、そして民主主義というのがあるんですけれども、これは2つ分ける必要があって、価値観外交で言っている主眼はですね、基本的にこの自由と市場経済、市場経済に全てを委ねれば何が起こるかというと、どんどん格差が広がる。これを是正するのは何かというと、実は唯一それを実現できるのは民主主義なんですね。世の中の多数の人がこうすべきだということで、制度を変えればですね、現状を変えることができる。ですから資本主義の矛盾を是正する力を持つ唯一の方策は民主主義と、この民主主義を活用することによって世の中を変えなきゃいけない。ニュースオペエドスタートです。